多分今、フナイ総研でうん。SEO 検索すると、うん。年収チャンネル、フランチャイズチャンネル、フリーチチャンネル、ストックさんチャンネルで全部フナイ総研の僕ら。今回は年収チャンネルのカオさんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。お願いします。お忙しい中すいません。いやいやいや、今日の予定これだけですけど、うん、まあ、特にあの意味はないんですけど、はい、いらっしゃっていただくと再生数が伸びるんで、あの客寄せファンダってやつですね。客寄せファンダ、すいませんね、本当ね。フランチャイズチャンネルの人気アップロード動画ランキングですね。年収チャンネルで船井総研が出ていた件についてが1位なんですね。年収チャンネルの話でちょっと便乗して再生回数が1位とも、なんともね、悔しい結果なんですけど、僕と竹村さんで毎日一生懸命喋ってるんですけど、やっぱこの年収チャンネルで船井総研、この検索キーワードが良かったんですかね。多分今船井総研で SEO 検索すると、うん、年収チャンネル、フランチャイズチャンネル、フリーチチャンネル、ストックさんチャンネルで全部船井総研の僕。いいの、はい、あのなかなか困ってるっていう話はちょっと、それは困るよね、うん、悪気はないんですけど、船井総研で会った人でもう全然いいイメージの人いなかったんですけど、唯一武田塾に加盟していただいた方がいて、そう、そのむしろ武田塾のオーナー面談の時に、実は一つ言わなきゃいけないことが、前職が船井総研なんですけど加盟してもいいでしょうかっていうねことがあったんで、その人もすごい素敵なことでしたよね。そうね、今まで会った中でね、うん、あの方が一番いいと思う、うん、僕も何人か林さんに紹介したりしたけど、はい、全員ちょっとイマイチでしたよね。いい人も一回ね、年収チャンネルに出してあげたらいいんじゃないですか。確かに再生取れますからね。まあそうですよね。この方も一番最後にね、言いにくそうに言ってきましたね。まあ、そうですね。けど、まあ今の若い人がね、結構年収チャンネル見てると思いますから、そうすると船井総研入りたくなくなっちゃうよね。まあ悪気はないんですけど、なんかそういう話は聞いたことは。よかったらどんな話があるか教えてもらえると。いや、なんか僕が例えばサロンのなんか会とかで、あの船井総研出身の方が結構いらっしゃったりとかするんで、はい、結構求人に響いたっていう話はよく皆さんされてますね。採用担当者が結構事態が多かったってことなんでしょうね、うんうん、そうですね、うん、あと船井総研、あの一昨年ぐらいかな、はい、あの林さんの誕生日プレゼントを買うために銀座のルイ・ヴィトンで買い物をしてたら、はい、会計中に隣にいたおっさんが、はい、チャンネル見たよみたいな、俺船井総研に仕事頼んでんだけどちょっとリプレースさせてよって言って、そっから受注につながったことあります。面白い、はい、だからね、だからお買い物してた隣の方が船井総研のクライアントだったと、うん、そうです、だけどそれ見て確かにそうだよな、うん、使えないなと思って、うん、ルイ・ヴィトンでじゃあのなんか LINE 交換しようって言われて LINE 交換して、その後発注されまして、すごい話だね、はい、結構前の話ですけどね、もう、うん、はい、カモン社長の影響力すごいから、フランチャイズチャンネルも残念ながらですね、年収チャンネル船井総研が ですね、うん、一番再生回数が高いというね、年収チャンネル史上、まあ、トップ5ぐらいに入る名作だったんで。でもね、本当にコメントもね、うん、ほぼちゃんと数えたわけじゃないけれども、うん、95% その通りみたいなのが入るんだよね、うんうん、船井総研そんなことないよ、いいところだよってのは本当に 1% ぐらいしか書かれてないよね、うんと思いますね、うん、ちゃんと数えたわけじゃないけど、うん、ほぼないでしょ、うん、そうね、うん、林さんたちはクライアントというか、そのもともと被害者的なポジションじゃないですか、はい、僕ら被害ほぼ何も受けてないのに、はい、一方的に攻撃してるんで、ちょっとなんか言いづらい部分は正直あるんですよね。なるほどね、うん、なるほど、大丈夫です、あの身近な人が被害に遭ってます、ね、大丈夫ですね。はい、まあね、あとね、最近もね、M&A バンクに出られて、再生回数も一番多いやつに。いやいや、まあ、それはちょっと気まずいんであれですけど。いやいや、いいじゃないですか。まあ、島袋社長に貢献できたかなとはこっそり思ってます。な、うん、んで、うん、はい、武田塾 あの加盟検討をしている方にも、うん、あの、令和の虎で知ったり、年収チャンネルで知ったり、うん、M&A バンクで知って、うんうん、フランチャイズチャンネルに来ていただいて、そこで加盟したっていう方がすごく多いんですね。うん、ね。やっぱ年収チャンネル系は若い人が多いんで、うん、いいですね。もともとはね、武田塾の採用を強化するために株元さんにね、うん、いろんな企業の年収について話してもらって、うん、流行れば採用強化につながるんじゃないかと思ったら、うん、トックさんへの、発注と武田塾の加盟につながったという、はい、読めないですね、やっぱりね、何が起きるかね、うん、最近どうですか、儲かってますか。僕の中では比較的順調に推移してるかなっていう感じはします。武田塾秋葉原校どうですか。秋葉原はちょうど1年ぐらい経ったのかな、はい、1月にオープンして、はい、今はちょうどトントンぐらいですね。
で3月で辞めちゃう人が多いんで、またでもあの去年の今よりかは、ちょっと多い状況からまたスタートするっていう感じですね。そうなんですよね、はい、だからちょっと秋葉原こうね不調だったんですよね、うん、思ったよりはね。そうね、だから岩井さんのねこうなんこうあれはかけねなくいいと思いますけど、うん、まあね変な話ですけどどう見たって株元さんの方がお仕事できる感じを見てるね。どう見たっていうとちょっと語弊があったかもしれないですけど、すごく仕事できるんだろうなみたいなねあったけど、実は岩井社長の生徒数の方が多くて、まあもちろん駅の違いとかもありますけど、そうですね、だからこう面白いですよね、うん、だから駅も秋葉原と港南って言ったら、うんうん、圧倒的に秋葉原の方がいいんだけれども、秋葉原は秋葉原でこれは本港にすごい近いとか、周りにね上野とかたくさんあるとか、まあ、フランチャイズ的に面白いですよね。オーナーがすごければすごくなるというものでもないんだよね、うん、まあフランチャイズのいいところですね、まあ、うん、そこは面白い、僕がそれ言うのは違う、面白いところだとは思うけど、はい、でもね、うん、あのやっぱりあのたまにね年収チャンネルとかいろんなところで発言されて、まあ、カボンさんのところであんまり調子よくないんですねって結構言われる、加盟検討者、うんまあ、これいいことでね、やっぱりそれで大丈夫なんですかみたいな、そういうことで考えられる方って、やっぱそれでちゃんと僕に聞いてくる人っていうのはね、うんうん、やっぱり助かりますね、うん、30人弱ぐらいまで行って、僕のとこ家賃が高いんで、うん、その家賃さえ安かったら全然1年目から黒字化だったっていうところでは、なんか一般的には全然なんだろう、調子いい部類に入ると思うんですよ、塾だと。ただ竹田塾の全体の平均値が結構高いから、なんかこう相対的にあんまりそのすごいよくは見えてないっていう感じの見られ方してるかなっていうふうには思ってて、僕自身はなんか全然不満とか全くなくて、意外と1年で黒字化するんだみたいな感覚ではいました、正直。すいません、ありがとうございます。いや違います、本音で思ってます、はい、で多分ねこの春でもっと伸びると思いますし、うん、まあ僕たちとしてはもうね、株元さんみたいなすごい人が加盟してくれてるっていうのがすごい嬉しいですし、やっぱりなんだかんだストックさんのメンバーも武田塾のことを考えてくれるんで、それでやっぱもう今秋葉原塾とかで調べたも武田塾だらけでしょ。ああそうっす ね、だそういうウェブ戦略とかもやっぱ本気でやっていただいてるんで、はい、それがね武田塾進化するきっかけになるんで、いやそれがすごい嬉しいことです。はい、頑張ってちょっと、うん、今期はもっと上位目指します。ありがとうございます、はいはい。